って言ってもいいですね。はい、ちょっとあの車体の操作方法の角度の説明だけさせていただきますね。まず右手、こちらは今と変わらずスロットルになります。アクセルですね。ただ今のモデル、手を離すとパチンと自動的に戻るんですが、その頃は中がワイヤーが通ってますので、戻す時も自分でコントロールします。それから左側、こちらも同じように回転するんですが、エンジンの中、燃焼室の中の点火タイミングを調整するためだ。火の飛ばしを速く速くしたり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 。左側がフロントブレーキで、エンジンの始動はペダルのセルモーターはまだ搭載されてない。左足、これがラッチになります。車のマニュアルで、あのマニュアルさんの、はいはい、ですね。で、左手、これが変速センサーになります。ハンドシフト両方とも3つになります。全身3つ、はいはいはい、それと、オイルの潤滑油なんですが、エンジンの下のもの、肩周りには機械式のポンプが入っているんですけれども、フランケース、シリンダーとピストンの間が入っていて、こちらの方は手動で、オイルを入れてあげますので、ここにですね、両方もあるんですが、こういったのが手動式のポンプ、これで、ケース内でオイルを入れてあげてあげる。そうですね、今のモデルだと全てコンピューターで制御されているものを乗り手がコントロールして、操作するということになります。それではちょっとエンジン始動の方をしてみたいと思います。まず、ハラキックを聞いたことがありますね。練習室の中のミレーション合宿ですが、排出する作業なんですが、スロットル、キャブレターの面を目いっぱいオープンにした状態で、何度かスイッチが入ってないな。そうですね、入ってないな。はい、はい、次、ガソリンポンプを開けます。で、今キャブレターの方にガソリンがずっと溜まっている時間なんですが、今度はスロットルを全体にして密閉された状態でガソリンを少し吸い込んで開いてあげたいです。チョークはついてない。チョークはですね、ついてます。キャブレターの横なんですけど、ね、今の機構だと、使用することはないと思います。なるほど、はいはいはい、はい、で今ガソリンさんのエンジンの間のマニホールというところあたりから少し締めている状態でした。ここでイグニッションスイッチを入れて点火させます。
今2足までですか？